はいキャプテンエースのバイブルトークです、えー、4月の11日ダニエル書の2章25から49です今日はね、えー、夢の内容です、えー、ネブカネブカデネザル王が夢を見てねネブカデネザル王が夢を見て、えー、この夢をね当てろと、えー、さもないと殺すっていうことで、えー まあ大変なことだったんですけどもダニエルが、ね、神様からその夢の内容を聞きました。25からそこであるよくは急いでダニエルを王の前に連れて行き王にこう言ったユダからの捕虜の中に王に夢の意味を告げることができる男を見つけましたそこで王はベルティシャツァルという名のダニエルに言った私が見た夢とその意味を本当に私に告げることができるのかとえダニエルは王に答えた。 「王が求めておられる秘密を王にお示しすることは知者や呪文師、呪法師、専制術,術師などにはできません」。しかし天に秘密を明らかにする一人の神がおられます。この方が終わりの日に起こることをネブカドネだる王に示されたのです。あなたの夢、寝床であなたの頭に浮かんだ幻は次の通りです。ということで、えー、それをこう知らせるんですがこれね、この辺のところは本当にね、全部読んだ方がいいんですけども、読むと大変。まあ 読むだけで朗読だけで終わってしまうので、えー、まあ解説というかね少し私のなりの考えたことを言いますけどもで30節、この秘密が私に明らかにされたのは全ての生けるものに勝って私に知恵があるからではなく」っていうねちゃんと自分でダニエルは「いやこれ私の意見とか私のね考えじゃありませんと」とあなたの心ねーこれはその意味が 王に、あなたに告げられることによってあなたの心の思いをご自身がお知りになるためですで、これ何気にこれすごいこと言ってるんだと思うんだけども「いや私に知恵があるからです」って言いたいなんかことって多くなっちゃうと思うんですけどそういう人もいると思うんですけども「すげえ」ってなってだけどいやこのことこのメッセージを普通にね本当にそのメッセージを聞いてあなたの思いを、ね、あの神様から神様が、えー、くださるメッセージをあなたがこうね 受け取ってくださいそうすればあのこのこの人は発信する人はどうでもいいわけですよ発信する人をこうあがめたたえてしまって「ダニエルやっぱすげえや」ってなってしまうそこは違いますということをここで言ってるのはこれねすごいいいと思うでね、えー、でどんな夢かおいあなたが見ておられるとなんと一つの巨大な像が現れましたこの像は巨大で異常な輝きを放ってあなたの前に立っていましたその姿は恐ろしいものでした その像は頭は純金胸と両腕は銀腹と腿は青銅すねは鉄足は一部が鉄一部が粘土でしたあなたが見ておられると一つの石が人手によらずに切り出されその像の鉄と粘土の足を打ちこれを粉々に砕きましたと、えー、いうことでそういう夢を見たと。ね、で今度その夢の解き明かし37からこう王の王である王よ 天の神はあなたに王と権威と力と栄誉を授け。また人の子ら、野の生き物、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとくあなたの手に与えて収められました。あなたはあの金の頭です。あなたがあの金の頭。ね、頭、頭はあなたですっていうことで。えー、この四つの話、これからね。四、えーまあ、つの部分ですけども。頭はバビロンですと。 純金でできた頭はバビロンあ,つまりあなたですで、あなたの後にあなたよりも劣るもう一つの国が起こりますとい国ですそれは何かと言いますと胸と両腕銀でできた胸と両腕はペルシャですペルシャ、えー、でその次は第三の聖堂の国これはギリシャですねお腹とももかなギリシャ、えー、聖堂の国は全長を治めるようになりますそして第四の王国ですがそれは鉄のように強い国です 鉄は全てのものを砕いて潰しますがその国は打ち砕く鉄のように先の国々を全て粉々に砕いてしまいますこれは実際ローマがこう何て言うかなあのー、エルサレムも含めて、えーね、こう打ち砕いたそういう歴史がありますでその後問題その後ですねあなたがご覧になった足と足の指はその一部が陶器師の粘土一部が鉄 それは分裂した国のことですその国にはある程度までは鉄の強さもありますがあなたがご覧になったようにその鉄は粘土と混じり合っています。えー、で43「鉄と粘土が混じり合っているのはあなたがご覧になったようにそれらは子孫の間で互いに混じり合うでしょう」。しかし鉄が粘土と混じり合わないようにそれらが互いに団結することはありませんということで最後の国は 一つの強い王国とか国というよりも同盟国っぽい終わりの日の国々の集まりなんですけども、えー、互いに団結しないとだからいろんな国の人が混ざってるからいろんな意見があって仲良くしてんだけど利権でこう、ね、こう固まってるからまあ、ちょっとほころべばすぐにこう敵になるというかそういう。 そういうのありますよね。ね。ね。現代でも、ね、そういう,のは、ね、でそういのううう、まあ、あれとは言いませんけどもでもそういうものが終わりのように、えー、出てくると、ね、一つ一つの王,王国が戦っているというよりもちょっとその王国いくつかの国がこう、ね、同盟組んだようなそういうのが出てきます、えー、この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされますその国は永遠に滅ぼされることはなくその国は他のの民に渡されず反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。 し神がそのねそういう終わりの時代にもうなんかこう混沌とした時代に神様が一つの国を起こしますと、えー、永遠に続く国が起きますと。で45「それは一つの石が人手によらずに山から切り出されその石が鉄と青銅と粘土と石銀と金を打ち砕いたのをあなたがあなたがご覧になった通りです」と。 大いなるる神がこここれれかららののにに起こることを王に告げられたのですその夢は正夢でその意味も確かですということでこの石エベンっていうんですけども石出てきましたよねこの間ね紙幣やった時に紙幣の118-22見てみましょうかハレルエジプトのハレル紙幣ですけども紙十118-22家を建てる者たちが捨てた石エベンそれが要の石となったこれは主がなさったこと私たちの目には不思議なことだ えー、これ何だったかっていいますとこれ「メシア予言」って言いましたよね「イエス・キリスト」「石」「単数で石」って出てくる時にこれ「イエス・キリスト」を表す例えば、えー、今のところはこう新約で言うとね「エペソの2の20」とか「第一ペトロの2の6」聖書にこう書いてあるからです「からです見よ私はシオンに選ばれた石」「たっとい要石を据える」「この方に信頼する者は決して失望されることがない」 聖書,にこう書いてあるでここで言ってる聖書は何かと言いますと旧約聖書でそれはイザヤ書の28の16と今読みませんけどもそこに書いてあるに次第と。えー、この王様を見た夢というのはこれから起こる国バビロンペルシャギリシャローマそして終わりの時に まあ脆い国々が集まって何か世界を支配するようなそういうものが起きるんだけどもそれが、えー、その中からね、まあ、こ,のこの先は、ね、反キリストとかいろいろそのが起こるんですけど最終的にはそこに石がドカーンと全部砕いてしまうその石がイエスキリストですよというそういうことを、まあ、この時のねこのねぶかでねざる王には分からなかったはずですけどもでもその後この王様は ひれ伏してダニエルを廃止っていうかな王様がひれ伏したかそうですよね王様が奴隷にひれ伏したんですよ。で捧げ物香ばしい香りを彼に捧げるように命じた。王はダニエルに答えたあなたがこの秘密を明らかにすることができたからにはあなた方の神こそ神々の中の神、まあ、神々って言ってんだけども王たちの、えー、王たちの主また秘密を明らかにする方であるに違いないっていうすごい証しになったわけですね。あなたの神様すげーじゃんと 私はあなたの神様にに本当に、まあ、ずっと従わなかったからダメなんですけどもでも「あなたの神様すごいですよね私の神様よりあなたの神様すごいですあなたはすごいです」っていうふうに、えーまあ、この王様はこの時には、えー、こうい方向転換はしたんですけどもで同時にですね口だけじゃなくて そこで王はダニエルを高いくらいにつけて多くの素晴らしい贈り物を与えバビロン全州を治めさせてバビロンのすべての知者たちを司る長官としたということでちゃんとした地位も与えてこいつは本物だとこいつに政治も任せようということでダニエルとえそしてダニエルによってえあとの3人ねあのねシャデラクメシャクアベネネゴもバビロンの行政のえ仕事に就くことになるということで、え。ー なんかいい感じに話が進むんですけどもまあそう簡単にはいかないということで今日はここまで,でしたと思います。それではまたご